はいこんにちは今回の動画ではトレガノシルバー310の 3WAY 冷蔵庫の使い方やコツなどを分かりやすく解説していきたいと思います頑張るぞはいそれでは早速説明を始めましょう毎度おなじみのドメティックの 3WAY の冷蔵庫です電源を入れてみます 青いランプがつきますここで一応冷凍庫になっていまして最初は製氷皿なんかついていたんですがちょっとどっかにやってしまいましたまあここで氷を作るということはほとんどないというかここの冷却能力はちょっと信用ならならいんですね買ってきたアイスなんかを入れておいてもすぐに柔らかくなってしまうパピコなんか入れておくと すぐに柔らかくなってしまうんですけども正確な温度設定ができないのであまり当てにならない冷凍庫となります、えー、使い方の前に使わない時の説明をしていきたいと思いますここにあるこの台形の形がオフここにオフに合わせます ここにも書いてあります。冷蔵庫をご使用にならないときは、スイッチを必ずオフにしてくださいということですね。使わないときは、この台形のマーク。外部の 100V 電源につなぐときは、ここに合わせます。これが 12V で使うときに合わせるところです。この 12V にしているときは、 温度調整は関係ないそうです。温度調整はできないそうですで。一番下のところの炎に合わせるとガスになります。そしてこの右側には3つありまして今指しているのが温度調整です。で、これがガスを点火するときの点火スイッチになります。 ゲージがが入ってますがガスを点火するとこのバーが右の方にずっと動いて右の緑の中に入ってガスに火が入っていることを教えてくれます。ご覧のようにこの温度調整も何度という設定がないのですが説明では外気温1 0度というのがこの冷蔵庫の性能だと説明を受けた記憶があります。 だから夏なんかは結構高めにして使うことが多いですそれでも結構調子悪いんじゃないかと思うほどガンガンには冷えないですだからあのもっと冷えるように電動ファンを冷蔵庫の裏につける人もいるそうですインディアの rv では3万円ぐらいで取り付けられるんじゃないかただ シルバー310はやったことがないのでできるかどうかわからないというふうに説明を受けました DC12V の場合は温度調節はできませんとマニュアルにも書いてあります連続して冷却されますとありますので冷えすぎるのかあまり冷えないのかちょっとわからないですね外気温が10度から32度の状況下で 庫内温度を10度以下にする能力があるというふうに書いてありますね冷蔵庫を使わない時はここの冷凍庫を少し開けておきますそしてここのノッチが密封する時とこれが今密封している時ですね普段は冷蔵庫を使う時はこの状態で使えますそして少します 冷蔵庫の扉を開けた状態で固定できるようになっていますおそらくですがこれが保管時使わない時の状態になるかと思いますこれで冷蔵庫内を乾燥させようということですねうちのシルバー310は J エディションという特別な仕様になっておりまして通常はプロパンガスでガスを供給することがトレーラーは多いんですが プロパンガスはなかなか充填してくれるところを見つけるのが難しいのでコンビニやホームセンターで手軽に入るカセットガスボンベを使えるようになっています。ここにカセットガスを装着できる機械がついています。ここがこう開くようになっていてここにカセットガスをはめます。 それで親切なことに奥にカセットガスボンベを立てておく場所が3箇所穴が開いています今とりあえず2本入れてあって一つは出先でマスクを洗うことがあるのでキュキュッと立てています果たしてこのカセットガスボンベが2本でどれくらい持つのかということなんですが まあ当然外気温が高い時あるいはメモリを最大限にしてたくさん冷やそうとするとガスは消費されます夏だと1日2本ぐらい冬だと2本で3日ぐらいは持つかもしれませんコンビニやホームセンターで手軽に買えるので便利は便利ですただししょっちゅうこの空き缶は発生します うちの場合はカセットガスを箱買いでアマゾンで買っておいてこういったククーラーボックスの中に入れておきます車の中に入れておく時に多少外気温から守られるかもしれないとか暑くなりすぎ冷たくなりすぎを増やせるんじゃないかという願いとそれと走行中の衝撃から。 ボンベを守るという意味も込めてこれに入れていますちなみに岩谷からは低温用のカセットガスボンベも売られています、えー、寒いところでは勢いよくゲージも上がっていくんですけども値段もちょっと高いですホームセンターなどで売っている格安のカセットボンベでも問題なく作動しましたけども、まあ、一応日本製の岩谷ガスの方が安全だろうということで岩谷カセットガスを 常備していますそれでは実際にカセットガスボンベを装着してみたいいと思います1本だけででも使えるそうです1本だけセットしても使えるというのはどういう時に役に立つかというとカセットガスボンベを捨てる時には中を空にして捨てなければいけないんですがちょっとだけ残っているガスのボンベを空にしたい時などはこれを使って 空にすると簡単に捨てることができますはめるときはこの切り込みのところを合わせてであそこのプラスチックをはめてあげると固定されますそして今回したバルブを開いてあげるとガスが冷蔵庫の方に行きますここにも一応バルブがあります一番上がガスコンロ二番目が冷蔵庫用 一番下は使っていません。これを縦にすると一応、いわゆる元線を締めることができます。ちなみに冷蔵庫は使用可能状態になるまでスイッチを入れてから約12時間かかります。ただ、あまりそれを気にしたことはないですね。出発時にオンにして、目的地に到着した時には大抵冷たくなっているので、問題ないかと思います。ちなみにこの、 キャビネットの奥の奥方は結構外気と通通風が通る感じがしましてスキー場などにいると寒い空気が入ってきたりしますなのでねガスボンベが冷えすぎるとまあ火がつかないことはないんですけどもインジケーターのメモリの動きが悪くなるのであまりよく燃えてないのかなっていう印象を受ける場合がありますそういう時はこのドアを開けておいてまあ ガスボンベがなるべく冷えないように FF ヒーターの温風が入るように開けておくと多少はいいのかなという感じはしますそして今回の動画で一番お伝えしたかったことなんですがこの冷蔵庫なかなかガスの点火が難しいという Facebook のグループの投稿を見かけます実際僕もガスの点火には非常に苦労することが多いです 調子がいい時はすぐつくんですけどつかない時は全然つかないんですねつけ方としてはここがグイッとここのライヤルを真ん中にしてグッと押しながらここの点火スイッチを押すとボンッと音がしてここのゲージが右にこう緑のところにオレンジのバーが入っていくっていうのがついた状態なんですけども それがなかなかつかないんですね。で、最初ショップで教わったのは、ここにガスを生かせるために、最初、このコンロに一回火をつけて、ガスを流れを作ってやるといいよって教わって、何年にもわたり冷蔵庫に着火する前は、ここに着火まで火をつけて、1分ぐらい放置して、火を止めて、それから冷蔵庫。 けけてたんですけどもまあそれもおまじないみたいなもんでこっちにガスがいったからといって冷蔵庫にガスが入ってるとも言えない。で気が付いたのはこのここの開閉のこのダイヤルを海にした後多分ガスが向こうに行くのに。 しばらく時間がかかるんではなかろうかということですね。だから、えー、今実践しているのはここを開けて、えー、Apple Watch のタイマーで3分セットして3分経ってから着火チャレンジをするというふうに自分ルールを決めました。そうすると、着くことが多いと思います。多い気がします。 など喋っているうちに3分ぐらい経ったので、それでは着火を試みたいと思います。マニュアルではダイヤルは下となってます。真ん中となってますけども、僕の場合はこれでつかなかったらちょっとずらしてやってみるということをやってみます。で、じゃあやってみます。押しながら、ここを押す。あ、今バボンって言いましたね。これ、一見ついたように思うんだけど、これ、 あのガスが多すぎて一回あの爆発というか爆発で終わっちゃってる音ですね。これがあるとしばらくは多分つきません。ちょっと時間を置いてやるべきなんですが続けてやってみます。これもちょっとダメですね。バボって言いましたね。カチカチカチって音が入っているかわかりませんけどもカチカチカチって音がしてるってことは明らかに 点火スイッチの、この中に炭酸電池が入ってるんですけども火花は出してるようですね今つきましたね3回目でつきましたなんで分かったかっていうとバボンっていった後、ボーっていう静かな音が聞こえてくるんですねで今オレンジのバーも緑の方にゆっくり入っていってますね なので音が結構大切だったりするんで着今ドア開けてますけど着火する時はできるだけドアを閉めて、えーまえー、周りの音楽,音楽とか止めて、まあ、FF ヒーター入ってるとあれなんですけどでもここに耳当ててると多少聞こえたり外のねあのガスの排気口があるんですけどもそこから耳そこに耳を当てると。 音が聞こえたり、あと耳が暖かくなるんで、それで分かったりします。そして、移動するときは必ずこのガスボンベを外して、12V を駆動に切り替えなくてはいけません。走行時にはカセットガスを本体から外してくださいというシールも貼ってあります。ただ一度ガスを通してしまえば、これで30分1時間ぐらい走っても、 えー、配管の中にはまだガスが残っていますので、えー、それからの点火は全然簡単になりますこれは意外な盲点だったんですがそれは電池なんですねここの点火スイッチの電池これあの交換が非常に、まあ、かあのマニュアルにはグッと押して回すと蓋が取れて簡単に 炭酸電池が交換できるようになってますが、実は意外に簡単ではなくて、軽く押してやって、こう回さなきゃいけないですね。こう。ただこれどうやったって、滑っちゃって、<laughs> 蓋が取れないんですね。それで、どうやるかっていうと、今はやりませんけど、ここにガムテープを丸めて、こう、粘着力のある、 えー、ツールを作って、グッと押して、そのガムテープの粘着力を使って、ぐーっとこう回してやるんですね。そうして一回だけやっと開けたことがあります。ちょっと今、テープの糊が残ってますけども。ただ、この電池そんなに簡単になくなるものじゃないので、さっき、チッチチっていう音がしたと思うんですけど、あれが鳴ってる間はもちろん、 電池はな、あの、無くなっていないので、そう簡単につかないからと言って、電池のせいにするのは、早がてんなんですが、ただ、接触が悪いっていうことがあるんですね。どんだけ押して、どんだけやっても、なんとも言わない。ちちちも言わない。でもたまにバボンとは言うんですね。で、これは、いよいよ電池かなと思って、まあ、出先でこう、 こんなこと開かないかな開かないかなってやってるうちにここの多分接点が回復したんでしょうねもう取れないわもう一回やってみようって言ったら簡単にポンってついたんですねちちちポンってなのでもしつかない時はまあここの電池の接点が悪くなっちゃってる可能性もあるということも一応あのー、考えた方がいいかもしれません可能性として これが最近気づいたつい34日前に気がついたことですこの動画がお伝えしたかったことはこれが全てと言ってもいいかもしれませんはいいかがだったでしょうか今回はトレガノシルバー310の 3WAY 冷蔵庫について解説していきましたこれからトレーラー購入を検討されている方や 同じような冷蔵庫を使っている方と情報を共有できれば嬉しいです。もしもっとこうした方がいいよということがあったらぜひ教えてください。それではまた最後までご視聴ありがとうございました。